東京五輪男子サッカー準決勝、日本対スペイ。戦を惜しむが語るインタビューの後編であ、日本の攻撃のコレクティビティの欠如を、無は厳しく批判したが、日本のパフォーマン、の総体、さらにはここに至るまでの進化率。手はポジティブに評価しているそれはこの、歌タビュー後編から読み取れる。では、 彼が現、うとしたものは何であるのか。そこを考える。とから、日本サッカーの次なる進歩が始まる。の意味では、おしむとの議論をもっともっと、めていく必要があるように思う、全2回の2回命地。ら続く、まあきっけきらは日本の選手たちを祝。できる少なくとも彼らはプレーができる子。 を証明して見せたコンビネーションも決し、悪いわけではなかったいいものはいくつも、得た。ただ、忘れてならないのは、サッカーは不。ないことではないし、とりわけ簡単にボール。失うことではない彼らは素晴らしいコンビ。ションを試みたが、ボールを失うことがと、もったかくつくことは知っておくべきだ最終的。 そこが勝負を決めたスペインは忍耐強く、したが日本はそうではなかった。それで日、はどうなのだ。どうというのは、このチームで、何人の選手が一部リーグでプレーしているの多くの選手がヨーロッパでプレーしていて、バーエージは誰なのかキャプテンの吉田、成と境、 遠藤公です。前でプレイする小柄な。手はとても興味深かったプレイ自体は悪く。いがずっと一人でプレイしていた点一対一もそ。だし、一人で複数の敵を相手にしていた、彼。であるマドリーに所属していますがろ。で他のチームに貸し出されています。中、押し。 その会話中は久保竹房のこととばかり思い、腕板が同案率である可能性もある推し、本人には未確認、ジベージスペインは常に子、クティブに戦っている。